新型コロナウイルスについて、県と奈良市は今日新たに115人の感染を確認したと発表しました。去年1月からの県内の感染者の累計は1万人を超えました。新たに感染が確認されたのは10歳未満から70代までの男女合わせて115人です。年代別では20代が30人、次いで30代が25人、40代が24人確認されています。居住地別では奈良市が35人で最も多く、次いで橿原市が14人、大和高田市で11人などとなっています。すぐに運用できる病床などの使用率は、重症対応病床が 32%、 これを含む入院病床全体では 65%、 宿泊療養室は 50% となっています。次に新型コロナワクチンの接種状況です。県内すべての世代の接種率は1回目が 43.5%、 2回目が 34.2% となっています。